皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はアンさんを通した、天使たちからのメッセージです。癒されます。2021年7月17日のメッセージ。親愛なる皆さん、あなた方のことを心から愛しています。深く深呼吸をして周りを見回してみましょう。あなたは肉体をまとった魂です。神は肉体、人格、時間、空間を使って人生を生きるということを経験しています。あなたは自由意志を通して愛を形にする創造主であり建築家です。あなた方の人間としての生活のおかげで、神である純粋な無限の愛が、物質、経験、概念、アイディア、システムの型を作り、形成されるのです。あなたが存在するおかげで愛は拡大し、成長し、新しい表現を見つけ続けています。あなたは想像を遥かに超えるほど重要な存在です。あなたの願望は、宇宙の反応を引き起こします。あなたが、もっと良くしたい、と願うことで、宇宙の歯車が動き出し、より良いものを生み出すことができます。自分や他人に対するあらゆる願望は、愛のエネルギーの原石を取り出し、芸術家が地球の粘土を混ぜて成形するように、エネルギーを使って形を取り始めます。親愛なる皆さん、あなた方は愛の創造者です。時には自分は大切な存在ではないとか、必要とされていないとか、もうたくさんだ、と感じることもあるでしょう。椅子に座り、スマホをスクロールし、ニュースやソーシャルメディアで、目の前を練り歩く人々の経験をビュッフェの料理を見るように眺めています。これが好きであれが嫌い。これが欲しくてあれはいらない。自分の望みを刺激する何かを見て、より良いものを望む。そうすることで宇宙全体が動き出すのです。何もしていないように思うでしょうが、あなたのシンプルな愛の願いの一つ一つが、愛とエネルギーの静かな音となって宇宙中に響き渡ります。そして同じ願いを持つ他の誰かのエネルギーと合わさり、集まった愛の音の周波数はシンフォニーとなります。人々の心を洗い流す愛の津波です。あなたと同じような望みや願いを持つ人が増えるほど、シンフォニーは強く響き渡り、ますます多くの心を揺さぶります。愛が大きくなるほどエネルギーの波は強くなり、さらに多くの人々が影響を受けるでしょう。このようにしてあなたのシンプルな望みはエネルギーになり、直感となり、アイディアとなり、行動となり、地球上で永遠に続く変化をもたらすムーブメントとなるのです。あなたの願いが愛であればあるほど、人類が発するエネルギーのシンフォニーの中であなたの音は強く響いていきます。例えば誰かが道端にゴミを捨てているのを見たとしましょう。あなたはすぐに、大抵は無意識のうちに、地球をもっと大切にし、もっと敬意を持って扱ってほしいと願います。その願いに込められた愛は宇宙に響き渡ります。例えば汚染物質を撒き散らす車を見た人が、不満や嫌悪感とともに、もっとクリーンな車や綺麗な空気を無言のうちに願ったとします。その願いに込められた愛は静かな音となって宇宙に響き渡ります。駐車場を作るためにブルドーザーで掘り起こされる大地を見て、コンクリートはもういらない、必要なのは自然だ、と思う人もいるかもしれません。その願いは宇宙にこだまします。たとえネガティブや不満の下に願いが渦漏れて弱くなったとしても、その中にある愛は宇宙に向かって伝わっていきます。同じようにパンデミックの際には、多くの人が綺麗になった水の写真を見たり、美しく澄んだ青空を目にしたりしました。嬉しかったでしょう。あなたは、地球がこんな風に自然のままでいてほしいと静かに願いました。あなたの愛に満ちた願いは強い愛の音を響かせ、それが集まって、私たちは母なる地球を愛している。地球を尊敬し、綺麗に保ち、優しく接し、そして楽しんでほしい、
と囁く周波数のシンフォニーを作りました。その結果、あなた方一人一人の一見、取るに足らない、願いから生まれた愛のシンフォニーは、私たちが話している間にも、あなた方の地球上に大規模な動きを生み出し始めているのです。実際、今後数十年の間に母なる地球への扱いが大幅に改善されるでしょう。持続可能性への意識も高まります。様々な生態系をきれいにしようという動きも出てくるでしょう。自然の要素を多く取り入れたインテリアが流行し、公園や自然保護区への感謝の気持ちが復活します。都市には緑が増え、屋上庭園や太陽光、風力発電など、あなたの素朴な願いや祈りから、たくさんの素晴らしい改善が生まれています。これから地球に転生しようとしている魂、つまり未来の子供たちも、この祈りのシンフォニーを感じ、あなたがいるこの惑星に来て、もっと協力して生きていきたいと思っています。あなた方のシンプルで一見、取るに足らないように見える願いが一つになって、これから人類が経験することを変えていくのです。ですから、自分は重要じゃないと感じたとき、もう一度よく考えてみてください。大したことは何もできなかったと感じるとき、実は大きなことをすでに成し遂げているのですよ。行き詰まったと感じても、本当はそんなことはありません。あなたは常に自分自身の中に変化を起こし、宇宙を動かし続けています。深い怒りやイラつき、嫌悪感の中にも、より良いものを望む愛の種はまかれているのです。親愛なる皆さん、あなた方は愛の創造者です。愛とは、宇宙全体で作り出された材料です。あなたの望みが静かな音符になり、無音のシンフォニーとなって、静かに、しかし力強く人々の心に触れ、気づきを呼び起こすための生命力のある材料が愛です。今、あなたは一つの音だけを発しているとしましょう。同じことをしている人たちの音が合わさっていくのを想像してみてください。そうしてできた音楽が、まだ自分の音を出していない人に届き、その人を震わせ、このコーラスに参加するのを想像してください。親愛なる皆さん、想像してください。あなたは宇宙をあまねく響き渡り、宇宙に向かって開かれた心を震わせ、元気づけるシンフォニーとなる神の純粋な愛の音を聞いています。静かではありますが、あなたは間違いなくエネルギーによってこのシンフォニーを奏でています。それを耳ではなく心で聞いています。皆さんの心はこの愛によって育まれ養われています。あなたの願いや夢への意欲を通して、この地上に行動や変化、そして心躍るような真新しく美しい人生を作り出しているのです。落ち込んだ時はこのことを思い出してください。あなたはとても大切な存在です。とてもとても愛されています。愛を形あるものとして表現し、広げるために、とても重要な存在なのです。神のご加護がありますように、私たちはあなた方を心から愛しています。天使たちより。いかがでしょうか？すごく癒されるメッセージだと思いました。神のご加護がありますように。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。